卓球。日本リーグ後期。最終日20日三重・サオリーナ最終日は男女一部の各2試合が行われ男子は日鉄物流ブレイザーズが頂点に立った最終戦で前期優勝のシチズン時計に2対3で惜敗したが6勝1敗 日鉄物流は2020年に前後期成績上位4チームで年間総合優勝を争うプレーオフを制した実績はあるが、前後期大会での優勝は1994年のリーグ加盟以来、初の悲願達成となった。また、女子は三率が7戦全勝で前後期連覇を達成した。山場は5戦全勝同士で迎えた第6戦の中国電力戦。 2勝2敗から長尾明子が3対1で嫌や,やのを破り、ラストの第5試合、梅村優香がゲームカウント2の2の10の7から追いつかれながら、青木優香を15対13で振り切り、うれし涙を流した。最終戦は昭和電光マテリアルズに3対2で競り勝ち、2期連続6度目の優勝を決めた。年間総合優勝を決めるプレーオフは12月10日。 11日に宮崎、延岡市で行われる。男子は日鉄物流ブレイザーズ、七寸時計、愛知高大、京和麒麟。女子は三立、中国電力、昭和電工マテリアルズ、神戸松陰女大で争われる。